え五時十九分です。さあこの時間はスタジオにゲストの方お招きいたしました。開成高校野球部元監督現在は教育評論家で画家でいらっしゃいます野々村直美さんです。ようこそいらっしゃいまどうもはいどうもしく。今この瞬間からユーストリームのねはい映像も配信していてでこれあの番組ここのラジオ終わっても二十九分で終わってもそのままユーストリームもその後三十分ぐらいはいそうです出血大サービスでございます。これあの番組ホームページに詳しいこと書いてありますんではいあもう番組ホームページ 見られるるよううにななっっててそでですはい監督、本編中、あまり時間がないんですから、やっぱりニュースから入ろうと思うんですが、大津市でね、子どものいじめのことで、また教育委員会、僕ね、聞きたいんですけど、教育現場におられると、ですねああいうやっぱり教育委員会やなんか、付き合いってあるじゃないですか。はい やっぱりまあまああこうやれとかも事件もあるけど、見てると、やっぱりどうしても事なかれのような気がするんだけど、やっぱりその先生もだけど、自分で自分が責任とって最後は腹切るというのがないような気がするんです、現場がどうなんですかねねあ、うん、あの、ね、あの教育委員会っていうのがねどういう形態か、私もねわからないんですけど、やっぱりね、現場にいる教師だと思うんですね、ああ校長はじめ、絶対にそのどれだけいじめを憎んでるかっていうね、うん、まあ私の場合は、もうとにかくね、いじめが一番。 ありがちですよね、だ,けどけねあだからもうね、うん、もう理不尽なことがあることは、もう絶対もう、見つけると、どうしたんですまあ僕はね、あのまあ、乱暴な言い方をしますとね、うん、いじめてるやつにいじめられるものの気持ちを分からせてやるっていうのをテーマにしましてね、うん、まあ誠にこれ、乱暴なんですが。うん だから私はですねある意味、強い存在感のある教師でありたいし、うん、でもうとにかくね、いじめてるやつ、最初ね、気づかずにいじめることが多いんですよ、あ<ー>あの友達でじ、ま、ゃ、あ、れ合ってるっていう、うん、そこがね、こうどん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 エスカレートしてね、うん、気がついたらね、うん、片方追い込まれてたっていう、うんで、意外とスタートはね、いじめる方にね、あんまり罪意識ない。 なるほどそこでね、やっぱりやりすぎだと、うん、あるいはお前らおかしいぞということをね、現場に居るやつがね、分からんはずないんですね、うんうんで、何か訴えがあったりした時に、もうすぐやっぱ飛んでいってね。 まずそのいじめてる子供にね、うんうん、もうその場で分からせるっていう、うん、もうこれが一番ですよあのその場で分からせるのは、やっぱり監督はいつも言う、愛を伴って肉体的接触はあるわけです <laughs> いやいやの、ま、当然それもありますけど、<laughs> うん、あのやっぱりね、あの本気で言えばね、分かるんですよ、うん、あ口でもね、口でもねそれは大声出そうか叩いてでもね、うん、そのやっぱり、まあ、とんでもないことしてると。うん だからそこでね、その教師としてね、あるまじき行為だとかね、こ、うん、言葉がね、教育用語じゃないとか言われたらね、うん、それはできませんよ、うん、だからもう絶対本当にね、うん、いじめを憎んでる教師がね、うん、本当にやっちゃいけないという信念今回,今回も結局調べてみると、周りの子どもたちみんな知ってたわけじゃないですか、うん、そうでしょ、子ってるたおとらく教師も知ってても、ええうん、そういう時どうして引いちゃうんですかね。はい いや結局ね、まあそれはまさに事なかり主義でね、教育労働者であるとのたもうわけですから、勤務時間来たら帰れとかですよ、それからまあ休暇はですね年度末までに全部取らないと権利だからっていうようなね、活動してるような教師が多いんで、やっぱりそれはね、見て見ぬふりするでしょうね、さでねびっくりしたのはね、そいじめが分かったときに、無記名でアンケート取ったんです なのかと子供たちにね、これ大体先生みたいわ分かるわけじゃん、こいつらだって、だから呼んで、まず直接に聞けばいい話まあ私なんかそうですね、大体、もうそれはね、ある程度ね、特定できるんですよ、もう絶対いじめなんかしない、できない子がね、大多数ですよ、それらをね、全部あれすることなくてね、ある程度勘をつけて、ですねもうそれはお前じゃないのかというようなね、形でね、それでもし本当に疑いかけて、間違い濡れ気にであればね、教師が、 悪かったと言えば終わるわけで、やっぱりそれを締め出すためにね、そういう理不尽なことをね学校現場から締め出すために、やはりね、お前しか考えられんよというぐらいのね、やっぱりか出ていなと結局、そこのところは今回は、加害者にも人権があるということを言って、お前だろうっていうのも何も裏取りもしなかったわけですよね、教育委員会も担任の先生もそうですけど。 全部言葉から。いや、私はね、赤い背校の時にね、全校全校集会でね。あの生徒のみんなの前で、お前らに人権なんかやれるかって聞いてね。それ他の先生は校長もね、ちょっとね、戸惑ってましたけど、お前らなんて人権ないんだと。もう言いましたよ、真剣に。ただし、人格をね、お前らが人格持ってくれたら。同時に人権もあって。いいことだね。それ人格なしに、そう、思いやりとかですね。その、まあ。や 弱いものを助けるという正義感も作られてない人間にね、人権与えるから、いじめちゃうんですよ、だから、それをね、本気で言えるかどうか。人間にするために教育をしてるわけなんで、僕はよく番組一てる、三宅先生なんかも子供に人権はないって言う三宅久行さんがね、それは教育を受けて立派になって人権を得るんだと、だからそれぐらいのね、やっぱ教師がね、やっぱり自分の誇り持ってね、職業に、あるいは社会経路を保つためにね、やっぱり存在価値ね。 存在感これを教師が持てば、うん、やっぱり生徒はね、絶対どっかでね、教師の今度、いい意味で顔色見てくれる、あ<ー><で>ついてくるもんですか、それやっぱりもう絶対きますね、<ー>もう先生によってね、うん、あの先生の一言は違うっていうか。うん でやっぱそういう教師にね、一人ずつがなればね、うん、もっと細かい,いねいじめのね最初の段階で目が詰めると思うんですよでも、極端な話でも、それは先生が最後は本当に自分が腹切るからそう,ですそうです、もちろんそうです、うだからあの体罰にしてもね、うん、結局最後はじゃあ、もう俺がね、うん、あの職を落としてでもっていう気持ちさえあれば。うん、何度もとされました、ね、<laughs> おかげでね、定年退職ができましたけどね。 えー、その辺の話、えー、まだ期待のところいっぱ、はいありますんで、優勝の価を,を終えた後、またユーストリームで、はいえー、お送りしましょう。おいたします。 さあ、お送りしてまいりました、ザボイスそこまで言うか、お別れの時間が近づいてまいりました。 勝谷さんが今、メールに目を通されて、なんかちょっとむかっとした、いつも俺のとこんなこないのいやいや、3回もないですよ、監督がら来ただけで、ほら、この後ね、ユーストリームでもずっと放送続きますんで、1、2、4二のラジオは終わっちゃいますけど、で次のメール、何読もうかなと思ってスタジオいやいや、元高校球児で、高校球児の息子を持つ者です、僕の時代は監督やコーチから先輩の仕置きは当たり前で、それに負けるものかという気持ちで野球やっていました。その反抗心社会にか 大変役に立ちましたはい、はい、そういう面がありますねタイバーと全校手数はないけれども甘い部活動に染まっていては子どもたちの将来にならないと思いますがもっと高校休日としては中途半端が一番ねそそそううう。朝日新聞は高校野球は教育の一環だというふうにはおっしゃってますからねうん。言ってるん <laughs> 矛盾だな、んねそれも何か一つの統一したテーマでやればいいんだけれども、そうじゃなくて、言ってることやってることが違うと、そのあたりをこのあとね、ユーストリームじっくり聞きたい番組のホームページ、ぜひそして明日のコメンテーター、ジャーナリスト、角谷浩一さん登場です、このあと、ショーアップナイタープレーボールをラジオ、日本放送ではお送りいたしますので、こちらもどうぞ、お楽しみユーストリームはこのまま、裏ボイスをしておます、ひどいね、裏ボイスただ高橋さん、ボイスさえやばいねだ裏ボイス、裏ボイス。 で『ウナボイス』に突入します勝山さゆこでした <laughs> JOLF きのラジオは日本放送です天才コメディアンビートたけし世界的映画監督北野武そして現代アーティストビートたけし北野パリ・カルティエ現代美術財団から待望の日本外線ビートたけし北野絵描き小僧展東京オペラシティアートギャラリーで4月13日から開催詳しくは0357778600まで 新宿駅前三八九三ペイ三パークグループさあいつもは五時三十分まで生放送のザボイスここまで行くと思いますとかつやさんこのまま一目さんに巷へと巷へとガードしたんですけど三浦さんだけ監督と一緒にお使いながってその間監督と一緒にガード車に行こうとあそこは変わらないですねえラストリームだぜユーストリーム裏ボイスでございますゲストはこちら海西高校野球部元監督現在は教育評論家で画家の野々村直美さんですどうもどうもよお願いしますやっぱりこれ ビジュアルで見てたかな、ねね、いと、やそうおとなしいですねって言ったら、今日は普段普段着だから、カジュアルなんだって、紋付きかも当たり前ですから、だけどね、はいえーあ、簡単にじゃあね、ゃの<あ>プロフィールを改めて。 島根の海西高校で9歩10回甲子園に導いた名称であられます。2010年の選抜高校野球の初戦で21世紀枠の紅葉高校に敗れた際、松台までの恥と発言したことが批判されて監督を辞任されました。で、その後2011年4月に復帰を願う署名もありまして、夏の甲子園に出場いたします。この大会を最後に監督を退任され、今年3月に海西高校を定年退職されました。現在は画家、そして教育評論家して、 えー、活動されていいらっしゃいますこの復帰の時というのもいろいろ因縁があって、あのー、今日実は日本放送で今も始まってます「ショアップナイター」解説は達川光男さんなんですけれどもうん、うん、この達川さんが監督。 そうなんですよ立川さんに限らずね、やっぱり野球現場で、そのまあ高校野球にしろ、大学アマチュア社会人、そしてプロ野球にしろね、やっぱり勝負かけてる人たちの現場のね最前線の方はね、やはりそれはね大げさですけど、本当にもう勝つためにね、もう命がけでね、ある意味、家庭も犠牲にしたりっていうのはあると思うんですよね。やっぱそうういい思の人たちからは お前なんてこと言ったんだいうことは全くなかっったたですね逆にあああの時点の、ね、あの,のまあ、行った場所が悪かったなとかね、やっぱちょっとあの場ではなということは言われても、ですね、うん、みんなそういう気持ちやってると、うん、やっぱもう命かけてるよと言っていただく、うんうん、で、まあ辰川さんもですね僕のお師の片岡というのはカープにおって、そのこ一緒にやってた関係でね、はいまあ、たまたま僕が片岡の。 プロ野球 OB 戦というのがありましてね、広島の三好というところで、まあ、会いたいということで、僕行ったら、達川さんがね、野間監督なら会いたいっつ言って、もう非常にその三好球場で励ましてくれましてね、もう監督、絶対復帰しろと、そしてもう一回やれと言っていただいたんですよ、それはね、もうなんら悪くないと、あのの心でやるのがね、勝負なんだと、それはね、いい加減にね、思い出作りなんてないよと。あの方も 広島商業でね、はいあの、日本一になった方で、そらは当時の広島の練習なんて、大変なことでやってます。うん <laughs> 分かるんでしょうね、そういうことが非常に嬉しくて、もちろん勝谷さんにねメディアを通じてやっていただいた、その直後からやっていただいたこと、非常に嬉しい、それとあとは現場の方がね、さっきも言ったように、誰一人ね、お前はいくらなんでもひどかったという人はいないんですよね監督はね、やっぱり、敗軍の兵をはたらずでね、負けたとき喋ることなんてないわけですよ。言いたくなところが、ところがお立ち台みたいな、お立ち台があって、試合のあと、負けた監督にも必ずインタビューが甲子園の場合はあるわけです。 それでもう黙ってたんだけど、どうも聞かれちゃうわけですよ、はい、ただから偽りのない気持ちを言ったのがそれが流れて、はいはい、でそれはオフレコだけど、そこへ聞かれちゃう以上、やっぱオンレコになっちゃうというかね、はい、一社が流したわけ、と、はい、他の監督のことよく知ってる、地元から来てる記者たちは、分かってるわけですよ、<laughs> 全部の雰囲気を含めてのことの報道なんだけども、はい、それを通信屋が流しちゃったら、そしたら、これ、俺もあのいたから分かるけどメジ、メディアにさ、あそこだけ書いて、なんでうちは落としてるんだって話になるわけだよ。 だからどうしてもね、あのみんな苦渋の思いで帰った人もいるんでしょ、はい、結構、そう,そ,うそうです、そうです、甲子園の大会だけはね、はい、やっぱマスコミとまあ交レンとか一緒になって、ですね勝って負けても監督は何分間、うん、あの対応す,するということになってるんですね、うん、他の大会は全くないんですよ、うん、だから私はもう、まさに負けたから、悔しくて何も言いたくなかったら、もう黙って帰ってもいいんですけどね、うん、甲子園だけはもう、もう 時間は決まってるんですね、はあ、でその間は相手をしなきゃいけないというのがあって、はい、まあその時間を終わるまで、私がついに待てずに、ですねあのまあちょっとこう自分の本音をしゃべってしまったというと <laughs> だけどねそのその時ね、はい、監督、やめるなという証明がいっぱい集まったんだけれども、うん、和歌山からも、つまり相手の広陵高校の、和歌山からも証明がたくさん来たのよ、はい、で現にその言われたと言われて、相手のところは何の気にも。そうです 本当にね嬉しかったのは、まあ、これがもう一番なんですけど、うんまあ、マスコミはねこう相手の公用21世紀枠侮辱したと、うん、バカにしたと言っていうことがテーマで,です、ねうん、あれだけ流れたんですけど、はい、実は紅葉の監督さん部長さんはです、ね、もうその直後にいや自分が会社の監督でこの立場で出て21世紀枠と当たったらこんな試合で負けた時にはね僕もそう思うだろうとういうことをね コメントしててくれるかもね、対戦前は監督は、生徒たちにね、向こうは文武両立、大変立派な伝統のあるところであって、なめたらあかんぞって、るわそれはもうとにかくね、お前らがこういうチームと試合ができること自体ね、それはもう敬意を表して戦えと、それだから余計悔しかったのよだけど、野球の勝負に関してお前らも野球は相手よりやってきたはずなんだから、勝ち負けに関しては絶対勝とうぜと、そのことを言いました。だけど 高校生として、あるいはね文武両道についてはねやはりお前ら負けてるよと、うんこの学校はねもう本当に成績にいい子は野球もしながらこ東大も入るよと。はい、じゃあもう 敬って戦うしかないんだということはね、うん、前日のミーティングでね、これはもう明らかに私、言ってるんです、うん、で、まあ、負けてつぶやいたら、ですね相手をバカにした、侮辱したと言われたので、あまあ、反対ですよね、も本当はいや、僕はそうじゃないんだと、うん、相手を、ね、敬意を持って戦いはしたのだけれども、まあ、負けた現実を目の前にして、まあ、ちょっとう,うろたえてね、自分の言葉が出てしまったということについて反省してますけど、うん、あの本心は、まあ、あの言い訳のように聞こえますけどね、こう公う高校、非常に私は敬う。 しして戦わしたとという、はいね、ことは事実だから僕はそれをねあのあの、メディアの中にいたから、あこれを引っ掛けられたなと、明らか分かるわけですよ、<ー>もうそういうね、一種のいじめなんですよ。 ああこれもいじめしかも、しかも週を頼んでいじめるという、一番ね、うん、自分って、それ人は一つぐらい、それは違うってメディアがあってもいいじゃないですか、うん、朝日新聞はこう書いたけれども、こうやるのがあ,れもあって、産経新聞は違うって言ったっていいじゃないですか、論説以下なんか書いたっていいじゃないですか、どこも書かないので、うん、僕はスパという雑誌の,の監督グラムで書いて、はい、でその生徒たちが泣いたわけですよ、うんうん、監督やめられたとき、ものすごくない泣た、うんうん、ねた。ね で子供たちにああいう気持ちを持たせて、何が教育的配慮だということが僕書いた、うんうん、そしたら、その後松江から講演したときに、監督がわざわざ楽屋に訪ねてこられて、はいで、俺を直接言っていただいておらて、非常に感動したわけなんですけれども、21世紀枠に関しては、こんなメールもいただいております、ダンボさん、千葉市川52歳、男性の方、え二、ー、21世紀枠に負けてという話で、ピントを思い出しました、もともと僕はこの21世紀枠って、微妙な感じがしてたんですよね。高校 <laughs> 野球は各地区で優勝した高校が日本一を目指してなんぼでしょ、もし21世紀枠が甲子園で優勝したらどうすんだ、地区大会って意味なくなっちゃうじゃないですか、でも今ね、あらゆるところでそういうことがまかり通っていて、裏口みたいな感じなんですよ、これ、例えば、危ないこと言うね、大学入試だって、OS 枠、OA 枠、OA 入試とか、一芸入試みたいなね。ああれさ早稲田慶応なんかでも今ね割らいるう 僕はねやっぱおかしいと思う、うん、僕らの頃ってガチンコですよにきこうに記こうん、ガチンコでね <laughs> 戦いで,すよ、ね、戦いでしかも同じ日に今。うんうん むちちゃゃく試験あるじゃん我々が歩いてきたあの道はなんだったのかと、同じ日に2か所受けられないわけじゃないですか。それでガチンコで、人生ってだけど、そこで勝ち負け、ここだけもそうですよ、トーナメント上がっていって、そこで負けたらもう終わりなんですよ、だけど、そうすると別の人生そこで考えなきゃいけない、でもそれで人間ってね、俺、鍛えられるところがあると思うんですよね。でまあ、抽選の運もありますし、でもその運をね、やっぱりこう。 引っ張るのもね、普段のね心がけとかね監督のねお話聞いてるとね、今もまたその中国地区の中で内に入ったら先発入れとかあるわけで、やっぱり表側が瀬戸内いが強いわけだ。広島だろうなんだとかずっとやっぱ島根なんかって雪もあるし弱かった。その中で勝っていくって大変なことだったんだよね。だからねそれがね一つ我々のモチベーションでもあったんですよね。だから私が一番思ってたのは何とか強くしてね評価を得た時にあの島根がと言わしたか ったっていうのがね、もう僕の本音なんですね。うん、え、島根がここまでっていうね、やっぱそれが僕のね故郷をね、はい、何とかしたいという気持ちですよ。うん、で、まあ最初は広島はタックルですね。まあ講演一回出ましたけど、うん、やっぱりいずれ島根でっていうね。うん、で、まあ最近公園でもよく言うんですけど、島根の県県民がですね、七十一万か二万ですよ。広島市だけで百何十万な。なるほどなるほど。その一つの市にすすら 全人口は勝てない、島根県が勝つことって、こんなロマンになることないっていうことがね、私のねスタートで,で、21世紀枠っていうものを非常に侮辱したと言われたんですが、僕は実は、ですね21世紀枠っていうのは、いわゆる選抜ですので、選手権だったら勝った方が出るんですけど、やっぱある程度、そういうものはあってもいいと思ってますと、沖高校というね、島根県の沖野市の島離島ですよ、そこにはもう1校しか野球部がない。 だら彼らは、もう土日とか祝日通じて、船で渡ってくるんですよね試合するためには船で渡ってくるかないんですよ。もう3時間ぐらい船酔いして、お金も使って、はい、で練習場に来るけども、本土に、雨でも流れたら、もうお金だけ使って、疲れて帰って終わりなんですね。で、そういう中で頑張ってきた彼らが、中国大会出て勝てなかったけど、やはり。 それは一つのね、うん、あの二十世紀枠のやっぱり素晴らしかったと思うんです。だから沖の沖高校が出た時は僕らもね本当に島根県人としてね、うん、よくぞ選んでいただいたというね、うんうん、あの拍手喝采でしたよ。うんうん、だからそういう意味でのね僕は二十世紀枠っていうのは昔も選抜を選ぶときにはですね、雪国枠みたいなのがあったんですよ。だから山陽側じゃなくて全部山陽側が制覇した時には一つぐらいいい試合したチームは鳥取島根でね、うん、あの冬が雪に閉ざされるので、うん、一つ 出してあげようかなというある程度実力あるチームを出していただけたんです、うん、だからそういうものはねやっぱり教育の場でね、うん、僕はねあのあってみと思ってたんですけどうんうん、うん、ギリギリまで頑張った後のある意味ご褒美というそうですそうです、うん、だからやっぱりそういうものはねあの選抜ですので、ね、選抜だからね、はい、選手権とは違うので夏とは違うのでそれはあってみと思うんですね、うん、ただそのチームに逆にうちは中国で島根ながらもチャンピオンになって出たから、うんはい 絶対その枠には負けねんという思いがあったので、あいってしまったから。これはまたやっぱり実力で勝ってったから勝つのも一つあるし、礼儀で礼儀ですよね。そうなんですよ。で、もまああかかれてますけども、やっぱりなんか萎縮しちゃった。あの最初の一人目のあのすごいバッターが糸原春利。伊藤が見逃井伊藤春はどこにでしたっけ？明治です。明治にいるんですよね。が箕ノした時になんか変な感じなと思った。そうですね。本人もそう言ってますね。あれあれと思ったっていう。でまあ。 やっぱりねその時に、あれ、これ、も連れていくのかなという予感はしましたけどね、まあでももつ連れても最終的には勝ち上がらなあかんというね、もう終わるまでプレッシャーですよ、勝って当たり前という、うまあそのそれにまあ私自身が負けたというのはありますけどね、そしたらもうね、やっぱり島根にもう帰れないというぐらいね、<laughs> だからあのー。 オリンピックでね、日本選手団がね、楽しんできますなんて、成田を出る姿見たら、もう僕は嫌なんですよ、もう負けたらね、国辱ものだと、帰ってこないというぐらい悲壮感を持ってね、片道の油だけ積んでいくんだというね、気持ちでいって、それでも負けた時に国民がね、でも戦ったなと言って拍手してもらって、戻るのはいいですけど、楽しんでくるってね、自分のレじゃないですからその辺が片道の油だけ積んでいくっていうのは、この本当ね、日本玉砕どこ日本玉砕。 ってねこれそこに来てるね、産経出版のね、背負っている女がつけちゃったんだけどね、<laughs> 僕は本当は僕は自分が出したのはね、江田島へ行く。はい っていうね非常に私的なタイトルを俺はつけたかったの、江田島へ行く球児っていうタイトルしたなぜなら、先生のところが甲子園に出始めた時ねまさにね、江田島、最初きっかけがあってね、江田島って要するに海軍の兵学校があったとこで、今、参考館記念館があって、ですね特攻で散っていた人たちの話なんか全部あるわけです、僕も江田島のですね今の自衛隊の幹部学校の卒業式なんかに行っあそこから遠洋交換に行くんだね、もう感動ですよ。 うん、それの枝島に子供たちを連れていくようになったんですね。そそうなんですの、うん、の最初の時っていうのはどういうきっかけっていうかあの広島のね、うん、あの私が本当に野球を通じてね、うん、あのもう兄弟みたいにして、まあ、付き合ってる、宮川先生って言うるんですけども、まあ、彼がね僕と付き合いだして、もうやっぱ国を愛することとかね、そういうものを非常にこう意識されましてね、ほ、うんで、実は彼が枝島の近くの学校におられたんで、ちょっとこう、紹介していただいてね、参考官見たんですその瞬間にね まあその勝ち負けは意識し、これを見せたら強くなるとかは思わなかったんですけど、うん、せっかくなら俺の野球の中で見さそうと、うん、何かこれは感じるなと思って、もう即決めましたね、うんうん、それでも,もうここ、本当、10年前から連れて行って、まあ、それで結果的にですね。 10年間で春夏合わせてすごい、すごい。でね、<laughs> <ごい S 1> これはもう本当に結果も出たんですが、<ー>なぜなのかなと思ったら、やっぱりね、子どもたちが、ね、命の、ね、輝きをね、<ー>やっぱ持ったんですね、<ー>だからもう練習をいい加減なことでできない、あの人たちのことを思えば、俺たちはなんて幸せなんだということに気づいたんですね、感謝してや野球を始めるから、ほっといても頑張りますよ。<ー>やっっぱりその最初の頃です、ね、やっぱり見た後って 変わりますね、目の色が変わる、要するにあまり勉強もしなかったら、知らないわけですよ、歴史としては。だけどやっぱりこう、だからもう、感謝という言葉をね、もう羅列しますね、感想文化化化したら、もう親に感謝、今野球のできることに感謝、腹いっぱい食べれる今の日本に感謝とかね、もうこれで僕はもう使命 OK だなと。 で僕もそれまでもねあの修学旅行で平和公園連れていくでしょ、広島の、はい、同じ広島で、ね、平和公園ってね、原爆落とされてケロイ、けらい止めさしてね、だから日本はダメだったんだっていうね、立ちが当たったんだみたいな結論でしょ、うんうん、それが平和教育だと言ってるっていうのに、何か疑問があったんですね。じゃあチランも参考官も、はい おで、優秀かもの、見させなさいと。両方見てですね、本当の平和をかみしめるということがね。あれですけど、まあ、戦争美化するとかね、そういうようなことばっかり言ってですね。近づけないんですね、大人が。東京来る時は、靖国連れてかれる。靖国も必ず靖国が。やっぱりみんな感じるもあります。いや、もう感じますね。だから、もう、あの、靖国の桜は、なん、何なのかということも、僕がガイドちゃんとしますからね。親子一緒に。もう、これは普通の桜じゃないんだと。 まさにね、魂なんだと、これがあって今の俺,俺たち平和なんだよと、幸せなんだっていうね、かみしめなさいっていう、だからもう春に咲く桜はここの安国だけは違うんだっていうことをね、まあ、精神論ですよね、はい、まあそういうことをね伝えたいんです、僕はね、まあ、それは野球が強くなるかなと思って始めたんじゃないんですね、やっぱりあ,、まあ、ある意味、その教師としてね、何か残してやりたいという意味でやってたら、まあ、それがうまく野球にもつながってね。 子供たちがられてくると、ベンチで、きょくさいな、きょくさいな、きょくとベンって、子どもたちが、だからね、本当ね、本当、現代教育、なんだかんだ言うけどね、子どもたち、やっぱり無邪気ですよ、だから大人が、あるいは教師がね、本当に真心込めて、命がけでね、本気で語ったらね、気づくんですよね、本気でその場所へ連れて行って見させたらね、絶対のか感じます。 バカにしたもんじゃないんです、逆に、最初から逆にバカにしてるんですよ、その程度だろうと思ってたんだです。だってさ、すごい一番の突っ張りやった人、今思われちゃってるってそうそう、あんなをね思うと、本当にね、教育ってすごいなと思いますので、その子の凄さが出たわけですからね、人に迷惑かけてたのが、今は人を助ける仕事してるわけでしょ、やっぱね、捨てたもんじゃないのは、東日本、特にね、大震災のに。 もうやっぱ一気にねその高校生なんかがね自衛隊入りたいって言い出すんですよねあの阪神の時もそうだったみたいですけどやっぱりねなんか感じるんですよねその生きがいとかその人のために尽くすことがどれだけすごいことかっていうのをあのその国難のね大震災を見てねあの自衛隊のねそのたくましさ、勇ましさ あれで国民が感謝してるのを見てね、ああ、そういう仕事をしたいと思うんでしょうね、うだからこれもね、その現場へ連れていかなかったけど、ニュースで見ちゃったんですね、若者が。なるほど。そして、しじゃあ、俺でよければというね、うん、まさに志願した、うん、ある意味と答えとよく似たようなね、うん、自衛隊俺でよければっていう、うん、もうお金じゃないんですね。<laughs> でも僕もこのの本を読んでそのいわゆる 正しいいの精神じゃないですか、うん、死ぬことと見つけたりと、うん、死を意識することで、今の性が輝いていくとであの、先生おっしゃってた、野球とベースボールが違うんだと、野球はもう、ベースボールはとにかくアメリカ人の精神で、遠くへかっ飛ばすのがかっこいいと、野球っていうのはギラだ、うんうん、バントだと、うんうんで、自分が死ぬことによって、でもチームに貢献するっていうのを。そうそうそう この生命は落としませんよ、うん、ゲームの中だから、うんうん、でもそれを体感ができるっていう、そうです、ね、あこれが教育ってもんなんだなって、うん、非常にうう感じ送、送りバント、球上手に殺したと思ったらつ、指潰しちゃって、出てくるんだけど。<laughs> 出れたわけですからねもそれを別に隠してるっていうか、ね言わないわけですよねいったらファウルですから、あそうもう一度、持たないと、自分の指が挟まったらファウルボールですから、もう一回やらないかぎり玉砕です、まさにだからもう、指が潰れようと黙っとけば、甲子園、サヨナラスクイズですからね、それで甲子園切符ですから、やっぱこの子の精神ね、川上さんが日本は野球道なんだっていう、たまたま玉砕道というねタイトルもつけていただいたんだけど。 やっぱり稼働にしろねそのもう武道う、ね、道がついてますよね柔道剣道というやっぱ日本古来のねやっぱり礼儀正しくねやってその卑怯,卑怯じゃなくてね、はい、やっていくっていう道にするんですね犠牲的精神とかだから日本のね高校野球こそねそのレギュラーを 頑張らすために頑張ってきた支えてきた補欠がね評価されるべきなんですよ。ね、これがまさにギダギダなんですね。補欠の子は。だから補欠の子が何とか腐らずに頑張るようにでまあ卒業の時一緒にねお前らがいたからお,お俺ら活躍できたと言ってレギュラーが言うようなねう野球部でだから僕はもうあのちょっと手前味噌ですけどもう補欠の子も全員卒業生まで卒業まで来た子には似顔よね。はい、全員の苦労気持ちを込めて書いてやりたいなってい、ね、ん もうこれはもうレギュラーも補欠も差別なく、こんなに,ように気持ち込めてね、ご苦労さんと言ってやりたいのが、一つの僕の似顔絵を始めたきっかけなんです。教育の現場勝也さんも行かれたんですよね、改正校のとにかく、とにかくあいさつね、あね<ー>挨拶の素晴らしさねん<ー>あ、それから監督室の異常,異常さじゃないが <laughs> <laughs>、どこの組のあれを使うかなと思うんだけど、<laughs> この。 にちょっとグラビアがあるんですけどすごいですね、これだって、これあれよ、バックネットのとろよ、玉砕って書いてある。しかも全部これ、府警がね、作ってくださって、私が文字を書いて、すごいですね、メールもいただいておりますけれども、いじめについてです、学校内のいじめ問題について意義ありといういすみ市の50歳、男性の方。 いじめの撲滅なんてのは簡単にできるわけがない、なぜ人はいじめをしてしまうのか、なぜ人はいじめられるのか、なぜ人はいじめに耐えられないのか、いじめのメカニズムやいじめにどのように対処すべきか、忍耐強い精神を持つための教育が必要なんじゃないでしょうか、うん、教育現場と教育委員会は責任逃れしたいだけなんじゃないかというご意見いたただだきましただから教育現場は教育委員会に期待してもだメですよ。やっぱりあの個々人の 教師の覚悟親の覚覚悟とやっぱり戦後の教育のね内容変えなあかんですねやっぱりまあ勝田さんも思ったらいいと思いますけどその戦前の修身ねまさに身を納めると書くんですが人としてどうすべきなのかってあの中にはね思いやりとかね弱いものいじめちゃいけないとかね親を大事にしろとかすごいですよね道徳的なあれがねやっぱり修身という教科の中に 今の子どもたちにもあればまさに卑怯じゃないかと言って止めるやつも出てくるしいじめが根本的にやっぱり。 なななくくっていくような気しますね,ね恥を知るということとね、それと義を見てせざるわっていうね、やっぱり自分が自らそこでやめろよ、やめろよっていうやつが一番かっこいいんだよということなんですよね、やめろよっていうためには、やっぱり本当は腕プシャって自信がなきゃだめだし、それのために自分は鍛えるんですよそれがね、監督ね、すごいおせっかいなんですよ、自分の学校じゃないのにね、電車の中でね、ヤンキーがね、騒いでるとね、やっぱりやめろって言っちゃうとかですね、それでやっぱり、でもおせっかいが大事なんです ですよ昔はね、監督で、ね、田舎は特におせっかいの親父が一人が必ず町内にいてね、全然よその子供でも叱ったんですよ、うん、今は本当に見て見ぬふりう、うん、そうでしょ、ね、この間ね、この間って、ちょっと前ですけどね、あの山手線の中で、ですね中国人が、あすね喋、はい、って喋ってるんですよ、はい、携帯で、だから俺、やかましいだめっ,って言ったの。うん うんえー、言ったんですよ、はい、そしたらなんか殴り込むようなったから「この争いの手でやるか」って言ったら逃げてったんだけど <laughs> それで新宿で降りると降りて歩いてると、はい、後ろから若い子が転がるように来て「ありがとうございました」って言うんだよ。自分も注意しようと思ったからできませんでした。 ぽポンんたたいたけど、思ってはいるんだけれども、踏み出に一歩が踏み出せないわけだよね、昔だったら一人必ずいましたよ、いいか減にしろとか、それが本当になんていうかな、そういうことを余計なことだと思うような教育になっちゃってるんだよな、ことなかで言ったら、それで進むようなね、ちょっと身をかがめてれば、もう、だって日本て国がそうですもん、身をかがめていれば通り過ぎてって、憲法9条を拝んでいればさ、戦争5年みたいな。 原発だから良かったですよ、あれ、想定外でしょ、あれ、どっか攻めてきてるかもしれないですよ、それでも想定外ですかって、今僕ら、奴隷になってますありえない、野球に想定外はないですよね、野球で精進をしていても、負けるんだから、だから今のね、そのいじめられた子がね、なんでだろう思いますけど、数年前ですけど、もう今日で死にますと言ったときに。 そのいじめた子供たちを、避難しないでくださいみたいなこと書いて死ぬでしょこれね、日本の国なんですよ。この考え方って。中国や、そういう朝鮮半島からね、あれだけのこと言われて、日本やられて、まあ自虐的になって。はい、上に、まだ、あの、私らが悪いんですから。うん、弱かった、自分が悪いんですからみたいなこと言って、死ぬでしょうん、子供たちが。これはね、日本の国のね、状態をね、どっかでね。うん 彼らがね、気づいてるんですね。 だだ。からで昔はね強かった上でそういう謙上の気持ちがあって今ただのそれ謙上ってただの卑怯者なんですよね。まさにさっきおっしゃった広島の原爆の慰霊碑の八坂に昔過ちは繰り返しませんのかって誰が過ちを繰り返すのかそういうことそういうこと次は勝ってやるぞっていうのはいや本当はそうですねねリベンジアメリカに対してなめめやがってと非戦というこんなに殺しやがってってふざけるなという屈辱の日だったらわかりますけど過ちは繰り返しませんのかってよくわかんないをってそこに かけときゃ映画が来るみたいな、はいうん、全然理屈として変でしょって話ですよ、うんうん、だそれを言わないいじめられた子がねいじめられて死ぬ時ぐらいね、はい、その もうどうせ死ぬのは道連れだとかね、そ,はい、それぐらいの気持ちになってくれたらまだいいのに、<laughs> うん、なおかつそのいじめた子にはもう罪はありません、弱かった僕が悪いんですみたいにって、うん、あの責めないでくださいって死ぬ子がいるでしょう、うん、まあこれ見たときにね、それで調査する教育委員会は、加害者にも人権があるってことを言って、あのいじめた子たちに、何にも聞かないんですよねそれが教育なのかと。うんうんうん この国はとユーストリームやると熱い新、ね、田さんも。いや <coughs> そうなんですよ。 本当に今ね、だから、少年人権でね、キーワードで、俺、すごい今、とばっちり受けてるんだけど、俺、今から十数年前に、ですね綾瀬コンクリートじめ殺人の時ですね子供の名前をさ、週刊文春で書いて、そうそう、人権少年って書いて、は出てくるの、今ね、価値はどう思ってるのかって、今、書き込みはすごいあるんだけれども、あの時野獣は人権はないって言ったのは、俺じゃなくて、あれ、編集長の花田さんが無責任に言い放ったんだ俺はそれを言い訳に走り回って大変だったんだけど、野獣に人権はないは言い過ぎにしても、人権というのは、人 として認められるか人権なんですよ。人以下のやつに人権なんかないんですよ。そんなもの。それは人格なんですよ人っいうのはね。人になるんですよ。子供は。大きくなって、今なんか三十過ぎても、まだ人になってない奴はいっぱいいるんだけども。俺は本当は、人になったやつだけに、投票権も納税権も与えりゃいいと思ってるぐらいで。ね、ずっとその子供にならないまま、今四十五十になって、引きこもってるやつなんていうのは、本当はね。一般市民じゃないんですよ。正直言って。それぐらいの覚悟、昔はね、投票権なんか法律であっても。 社会的認められなかっっったたでですすよよね厄介て言んあの家のあいつは厄介だから、厄介者だからそういうのは大体、村に一人一人いたもんですよでも、おせっかいな人がそういう人たちも引きずり出して、ちゃんとまっとうな職にさしたりと。かいうこ今、この厄介ほど口が立ってね、権利を主張してね、いわゆるモンスターなんとかになるわけですよ。 暇だから、うん、あだから社会全体が実はすごいマイナスなんですよ、はい、そういうやつらをやっぱり存在許してるっていうことは、うん、早いうちに目をつまないとね。そそそそう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  それこそ監督みたいにも、あの中学から高校ぐらいの時に、ガツンとちゃんとやっておくと、ちゃんんと真人間になるんですよ私もね飛躍すぐ飛躍して考えるかもしれませんけどね、自由とか人権って、小学校からもう言うでしょ、あなたたちにも人権があるよって、はい、自,由が自由はね、自分で享受できない権ってう,うなこと、うん、結局ね、あのもう訳もわからずにね、誰でもよかったに人殺してみたかったっていう子が出るのはね、僕はね、自由とか人権を与えられすぎてね。うん 僕はあと何の人権を主張するのと言って、もう行き詰まって、じゃあ人を殺す権利もくださいみたいなね、あの与えすぎだと思うんですよ、その結果が僕はああなってると思う。いうぐらい、僕は極端に考えるんですけど、やっぱりね、自由はね、やっぱりこう強制されたりね、管理された中でね、自由というものがね、良さが分かってくるし、人権もそうじゃないですか、権利があるってことはやっぱり義務を果たしてね。 いやお前はお前なりのことやってるから、ここはだけは、お前はもうこれは権利があるよっていう交換条件でしょ、うん、そうすると、本当はありがたく権利をね、享受できるんだけども、もう最初からね、お前、義務はなくても、お前、もう生ま,生まれただけで人権があるみたいなこと言うから、うん、結局、人権をもうこれ以上、何を行使したらいいかっていうね、子供たちがパニックになって、これで刃物持って振り回すんじゃないかなって。 人殺したたかっ人類史的にも、人類史的にも、ですね昔、ほとんど奴隷だったのが、みんなこの自由を取るためには、大変な違いが流れてるんですよ、先人の中で。日本だって大統領戦争法をあえやって大勢の方が亡くなった上に、今の平和があるわけですよ、そういうことを考えずに、美味しい果実だけを与えようとしたらだめで、だからやっぱりその個人の成長の中にも歴史があって、やっぱり10代ぐらいは一生懸命苦労して、勉強もし、スポーツもし、その上で人間として元服して認められてね、それで与えられるんでと思います。 だからその、ここやけってくだって意味があるわけ、うん、そういうったらその、なんでこんな辛くいことしなきゃいけないんだってうんだ <laughs> そううこ,とそう,うことです、最後に、えー、<laughs> メールをいただきました、埼玉、南埼玉郡のチンピラ選手さんからいただきました、はいえー、教壇に立たれていた超一流教師と思わせるトーク力にただただ感心しながら聞いておりました、先生のトークがラジオで流れる日を楽しみにしておりました。今後は 教育評論家として活動されるんでしょうか。その辺の思いをお聞かせください。いや、もうすでに活動されてますし。活動の一環。昨日、昨日オンエアされた高島さんまでいっていい。ああ、そうですよね。トップバッターでですね。<ー>熱い親父。<laughs> そ,そうそうそう。<laughs> いやいや、本当に。とてもじゃないけど、もまあ、やっぱり人の前で喋る商売だったから、その、そうなんだけれども。うもう、プロですよね。本当。 ああまあ評論家ってね、まず、あ、そのマスコミにつけていただいたのはちょっとおこがましいんですけど、ただ、その思いはね、経験とか思いはね、やっぱりまあ教師として定年退職までなんとか来ましたんでね、うん、やり遂げたんで、まあ、途中で投げ出してね、うん、あの甘い評論だけするような人間ではだめだと思うんだけど、うん、まあ最後までとりあえずできたし、まあ自分なりに信念通せたんでね、うん、その経験談を話す程度のね、うん、まあ評論家でありたいなとは思うんですけどね。うん、うん さあまさにこれから楽しみですねい,いいですね、すねみんなもう定年になったら、あとおじいちゃんとどうして生きようかって,みて考えて、ね、これからまた新しい楽しみがそうかって、いいですね、僕は、うん、退職の時のね子供たちにね、在校生に、き今日で僕は去るけどっていうところ、壇上でね、体育館の壇上で行ったのは、あの、まあのまこれでやめるけど、実は僕はこの後の自分にものすごい規をかけてる、何かわからないけど、うんうん、もうこれで庭木をいじったりね、盆栽をこう眺めるような生活はしたくないと。 とにかくこれからの人生、残りの人生にね、自分になぜかを今、俺はなすごい期待してるよと、だから、君らも生き生きとね、常に夢とか志持ってね、生きなきゃだめっていうことちょっと言ったんですけどね、まあ、行った手前ね、やっぱりああ、先生、夢持って生きてるってい子供たちがねあ、野間先生、その後もますます元気で。 って言って見てほしいんで、背中で見せる。来年ぐらい、はここに僕いなく、野々村、野々村先生。さあ、じゃ、あそういうことで、今日は野々村先生、ありがとうございました。さあ、有楽町のガードしたい飲みに行きましょう。はラボイス。以上です。ありがとうございました。どうも。